をご覧ください。務めてくださるのはロドルファーの羽田邦子さんです。拍手でお迎えください。羽田さんは3歳の時を始め、8歳の時は世界フィギュア選手権を制し、タイガー・ウッズ選手の記録に並ばれました。プロに転向後はおしゃれなゴルファーになりたいと、キラキラからメイク、メイク、ファッションを公言し、ギャルカーと呼ばれ、金髪の英雄愛称で多くのファンから支持されています。ドラゴンズからはバッター、ドアラ、赤田雄一郎、フルテンキャッチャーです。人生で初めてのセレモニアルピッチをここ、地元名古屋で務めさせていただくことができ、楽しみにしていますとのこと。今日の目標はお名前にちなんで、背番号もそうです。93キロ、果たしてどうなるか。それでは、投球をよろしくお願いします。大きな